え、ペコラちゃんが、え、待って、ペコラがひまちゃん憧れってインタビュー記事で言ってる、え、まあ、嘘だ、本当、うるせえんだけど、え、う、はあ、焦点、まあ、マジ？嬉しいペコ、ちょっとびっくりしすぎて、タン絡んじゃった。ごめんごめんごめん。嬉しいペコ。今もとってもとっても好き。そう、ペコラちゃんの配信めちゃめちゃ見てるから今。そう、めっちゃ見てる。珍しく2時3時が一番今まで見てたけど、2時3時と同じぐらい見てるよ。ほんとに起きてる。まあ、かわいいよなペコちゃん。虹たくさんあるペコ、見て人参ペコ。いやマジでな、あの明るい感じマジで元気出る。うん、いや嬉しいな。でもそうやって言ってもらえるのは、ひまマジで VTuber さんにそうやって言ってもらえるとマジでモチベ上がるな。ガン上がるよ今。はあ、生きててよかった。あ、でもさ、この前さ、切り抜きとかで見たペコなんだけど、あのペコーラがさ、雑誌でなんかあのコラボしてみたい人いますかみたいな、フォロー以外でみたいなの時に、なんかひまわりちゃんの名前を出したペコなの。そしたらさ、ひまちゃんがあのアークやってる時ペコかな、なんか切り抜きで、え、嬉しいペコーみたいなって思ったペコだね。嬉しい、ペコーラも嬉しいペコーって思いながら、そう喜んでくれ、あ、ペコーラがしたいって言って、あ、喜んでくれるんだと思ってさ、それはすごいね、嬉しかったし。社交辞令だよ、うるせえんだてめえ、お前何が社交辞令だよ社交辞令なんだ。そういう言葉言われて余計コラボとかさ、他の人ができないじゃん。できないよ、もう何も誰誰ともできないよ、あんたのせいで。今のあんたのせいでも絶対、ああ終わった、できません。ひどいよ、ひまちゃんはそういう人じゃないもん。ペコーラの大好きなひまちゃんは元気で明るく楽しく、最近アークもすごいやってて見てるけど、ふんふんじゃない、リーダーどうしよう、ふんふんルールルールじゃない。あ、見て、ペコーラ作ったんだよ、見て、可愛いでしょ、名前ペコーラも可愛いし。なんかさ、あのこうペコーラって名前なんやけど、今ホロライブのさ、ペコちゃん、ペコ、あのウサギのね、ペコちゃんが割と好きで、あのなんか結構切り抜きとかでなんか切り抜きでお互い会話してるみたいな感じなのよ今。なんかもう3回ぐらい切り抜き同士、お互いこう DM とかはしないんだけど、切り抜きでこう、なんて言うんだろう、切り抜き同士で喋ってるみたいな。だからこの誰かこれもどうし、切り抜くでしょ、ちゃんと切り抜いてくれるよね。いや、むしろ切り抜いてくれ、ちょっとペコちゃんへって言うたら話通りそうや。ちょっと恥ずかしいからさ、今もちょっと普通にファンだから恥ずかしいですよね、直接会うのは。かい、そんなあなたにはこのアプリ2時3時切り抜き、こちらいかがでしょうか。そんな恥ずかしいあなたも、この切り抜きがあれば人と会話がすることができる。さあ皆さんもやってみましょう。どうもこんにちは、ほんまひまわりです。見てますか、今はとてもいつも配信を見てます。アーク配信を見ていただいてるということで、ひまもアベレーション楽しく見させていただいております。昨日のニョロニョロのミミズのやつも見ました。それではまた一緒に会えたらいいなと思います、どっかでそれではそれではまた切り抜きで会いましょう。バイバーイ、ありがとう。